はい、というわけですね、まあ、最初に結論ということで、まあ、あの理由はですね後に追って説明しますけども、とにかく 4K でアップすべしっていうのをちょっとご説明していきたいと思います。っていうのも、もともとすごい困ってたんですけども、 YouTube にアップする前とアップした後の画質がですね、もうあまりにも違くって、まあ、どうにもこうにもできないから、まあどうしたらええねんってずっと悩んでたんですね。である日、まあ僕は基本的に 1080p でしか動画撮ってないんですけども、あえてですねここをですね 4K でアップしてみたんですよ。そしたら 1080p の動画だけど、まあもちろんその 1080p の動画が 4K になったりはしないんですけども、 1080p の動画だけど極力画質保ったまま YouTube にアップすることができたので、まあ、これはですねぜひ皆さんもやった方がいいよと思いまして、この動画を撮っています。でですね、まあ、基本的な概念考えていったら、こうやってまずですねカメラで撮ってるタイミングで、まあ、カメラの中で一回圧縮かかってるんですよね。でその後、まあ僕だったら iPad と LumaFusion で作業してますし、まあ、パソコンでプレミア使ったり Final Cut 使ったりでも一緒なんですけども、動画の編集ソフトで編集して完成したファイルを出した時っていうのも、これで2回目の圧縮が実際かかってるわけじゃないですか。で2回圧縮かかってんのに YouTube に持っていくとさらにですね3回目の圧縮かかるんですよ。だから1回2回3回ってこの3回の圧縮を乗り越えていかない圧縮を乗り越えていかないと画質が保てないようになってるんですよね、もともと。でいろいろ考えたのが、1回目と2回目は、まあ、とにかくですね高画質に出力することによって、まあ、なんとかなるかなって考えました。で実際に今回ですね、まあ、今回というかここ最近ずっとやってるんですけども、 LumaFusion でファイルを書き出すときに 4K で書き出すようにしています。ただ作業しているファイル自体はほとんど 1080p で撮ってます。で、まあ、たまに GoPro のフッテージなんかがたまに 4K だったりするんですけども、基本的に僕はファイルは全部 1080p で撮ってます。別に 1080p で十分だと思ってるし、 4K にする必要はないと思ってるんですけども、アップする時だけ 4K にしましょうっていうのが今回のお話です。でですね、まあ、YouTube にアップするときにあえてここで 4K でもう一回出してるんですけども、これをすることによって劣化がすごく抑えられるようになってます。で、まあ、なんでやねんっていろいろ考えたんですよね。で、まあ、もしですね、まあ、僕が YouTube の動画圧縮の仕組みを作る人って考えた時に、まあ、一つですね気にしないとダメなのが、ユーザーはもちろん高画質をすごい望んでるんですよ。ただ、まあ、YouTube、まあ、Google 側化してみたら、まあ、日々ですね動画ポン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 送られてくるんで、まあ、いくら高画質で保存してあげたいって言ってもファイルサイズをですね極力抑えたいはずなんですよね。でそしたらどうすんねんってなったら、 4K だったら 4K なりの圧縮で置いといてあげるし、 1080だったら1080なりの圧縮で置いといてあげるし、720だったら720なりの圧縮で置いといてあげるしっていう感じで、解像度に応じたファイルサイズで、まあ、圧縮をですね決めて置いてあると思うんですよ。で、まあ、実際そうなんですけども、だからここをですね1080の動画だけどあえてですね 4K で持っていって、まあ、4K なりの圧縮で抑えてもらうことによって、まあ、1080p だけど1080なんだけど、まあ、4K でアップして、まあ、極力ですね劣化を抑えた動画を作るっていうのは趣旨になってます。で、まあまあここまでで基本大丈夫なんですけども、まあ、LumaFusion やったらどうやって設定するのっていうのをですね最後にですね画面を共有してお見せしていきたいと思います。はい、で LumaFusion の画面立ち上げたんですけども、まあ、設定するのは出力する時のタイミングですね。なので画面の右下のエキスポートのボタンを押してムービーですよね。で YouTube を選びます。僕は一遍ファイルに書き出すんじゃなくて、まあ書き出すっていうか、まあ実際にはファイルを作ってそのままアップしてるだけなんですけども、まあ YouTube のボタン直接押してそのまま出力していってます。で選ぶ内容としては、まずですね解像度の部分で 4K を選びます。僕の場合は画面のサイズを2対1にしてるから、今 DCI4K って書いてますけども、16対9でもですね同じように 4K のメニューがあるのでそれを選んでください。で気をつけないとダメなのがビデオクオリティ、ここですねビットレートがなぜかよく僕一番下になってる時があるので、一番最大のやつを選んでおきます。でオーディオはもともと48枚しか選べないので48で出します。でフレームレートはそれぞれが撮ってる動画のフレームレートによるので、まあ、僕は最近ずっと 23.98 で撮ってるんですけども、別にこれがですね
30だったら30でも構わないですし、60だったら60でも構わないですし、まあ、それぞれですね、ここは人による部分になってます。でここが画質にすごく影響するかってなったら、スポーツのシーンとかだったらもちろんフレームは高い方がいいんですけども、その代わり録画してる段階からちゃんと高いフレームレート撮ってないと、ここで最後で上げてもフレームレート増えたりはしないので意味がないです。なので初めから上げておかないとダメです。で僕の場合はもともと 1080p で撮って、フレームレートが 23.98 をずっと選んでるのでそのままで来ています。でですね、最後にこれで右上の出力ボタンを押して、まあ、進んでいくんですけども、まあ、結局はですね 1080p 撮ってるけど 4K で上げてっていう作業ですね、ここ最近ずっとやっています。はい、今回なんですけども 1080p フル HD の動画であっても 4K でアップすることで極力画質を保ったまま YouTube の動画を作ることができますよっていうお話をさせていただきました。まああくまでですよ、注意点として、まあ、誤解ないように言っておくと、 1080p の動画を4K でアップすることによって画質が 4K になったりとか、そんなことは絶対ないので、僕がやってるのは あくまでも 1080p の自分の動画が極力動画の圧縮の劣化がないようにするために 4K でアップしている、まあそんな作業ですので、そこだけちょっと誤解ないようにお願いしますですね。普段は iPad と LumaFusion を使って、まあ、動画編集関連のネタをですね中心にやってるチャンネルになってますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。普段いつもご覧いただいている方、本当に感謝しておりますので、引き続きご覧いただけると嬉しいです。というわけでですね、今回もご視聴最後までありがとうございました。